相模線 205KR8 編成と R13 編成が廃車となりました。JR 東日本は、今日25日、相模線 205KR8 編成と R13 編成を、長野へ廃車改装しました。相模線 205K は、1991年3月の相模線全線電化開業に合わせデビューした車両です。4両編成の車両で、車両の帯は、水色濃淡の2色となっています。新造編成としては、205系の最終形態です。相模線全線と、横浜線、橋本から八王子間で活躍してきましたが、新型車両 E131系の導入により、今年2月25日に営業運転を終えました。今日25日は、R8 編成と R13 編成が長野総合車両センターへ廃車改装されました。これにより、大船工場製の205系500番台が消滅したこととなります。そして、神津車両センターに残る相模線205系は、トップナンバー R1 編成のみとなりました。これで、1月25日の KAB ニュースを終わります。